ブルトリデの戦いは、1756年3月27日、フレンチ・インディアン戦争の初期に、フランスがイギリスに対して仕掛けた攻撃である。フランス軍大員のガスパール・ジョゼフ・ショースグロ・ドレリが、海兵隊、民兵、インディアン同盟兵の混成軍を率いて、ナいだキャリーのブルトリデを攻撃し、中にいたイギリス兵を皆殺しにした。フランス軍はこのトリデに火をつけて退却した。 1755年にイギリス軍は来た。アメリカで積極に軍事行動を展開したが、身を結ばず、この年から翌1756年の冬にかけて、モホーク川からオンタリオ湖に沿って建てられた、鳥のうちのいくつかで江冬に入っていた。一番人数が多いのがオスウィーゴ鳥で、一連のイギリスの鳥の一番端にあり、ブッシュは他の鳥からの補給に頼っていた。 物資補給に関しては、ないだキャリーの両端にある二つの砦が大きな役割を負っていた。この二つのうち、モホーク側に面した、ウィリアムズ砦は、もう一方のブルトリデよりも大きかった。ブルトリデは、ウィリアムズ砦の数マイル北で、ウッドクリークに面しており、複数の倉庫に洗いを巡らせた程度の規模だった。ここには、ウィリアムブルの指揮下にある、 シャーリー連隊の兵が少人数駐屯しており、火薬や弾薬をはじめ、翌年の軍事活動に向けての、軍用品がかなり蓄えられていた。フランスは、今の勢いを維持することが必要であることを悟り、レイリの400人にも及ぶ軍を、この、オスウィーゴトリデの補給線の要である、比較的守りの手薄な2つのトリデに派遣した。レイリはまずブルトリデに進軍することにした。 ウィリアムトリデの駐屯兵150人に対して、ブルトリデは60人だったからである。イギリス軍は将兵すらも置いていなかった。サー・ウィリアム・ジョンソン・レリは、海兵隊、民兵、インディアンの同盟兵の混成軍を連れて、3月27日に、ブルトリデに着いた。木の陰に隠れて、音を立てないように近づき、トリデから100ヤードの地点まで来た。 インディアンたちが命令に背いて、おたけびをあげたため、レイリは、兵に銃剣を構えるよう命令した。野戦砲がなかったので、相手の不意をつくしかなかった。ブルトリデの兵たちは、フランス軍が到着する直前に、どうにかトリデの門を閉めたものの、フランス軍は、トリデの銃眼から、中東兵の気を散らせるために発砲し、イギリス兵たちは、岩石や、手榴弾を投げて、 これに応戦した。フランス軍が何度か降伏を呼びかけたものの、イギリス軍は応じなかった。その後、門が斧によって壊され、フランス軍が鳥になだれ込み、これで多くのイギリス兵が殺され、頭皮を剥がれた。フランス軍は4万5000ポンドの火薬が入った火薬庫に火をつけ、退却した。最後のこの放火で木造の鳥は燃え上がった。 救援軍の指揮官として、サー・ウィリアム・ジョンソンが到着したが、遅きに失した。ジョンソンの報告には、イギリス兵全員が無ごたらしく切り裂かれ、頭の皮を剥がれていたとある。1756年の5月から8月にかけて、4つの建物を備えた星型要塞が建築され、ウッドクリークトリデと名付けられた。しかしこの鳥でも、 8月に新たなフランス軍の攻撃により破壊されることになる。ありがとうございます。